記号 PR 記号開きカッコパリが悠々とじカッコ地中海の島国マルタで、女性記者のダフネ、カルアナガリチアさん、53が車の爆発により殺害された事件をめぐり、マルタのムスカット首相は4日、事件に関与した疑いで容疑者10人を逮捕したと発表した。首相府によると、ムスカット氏は記者会見で容疑者8人の逮捕を明らかにし、事件解決のためにあらゆる手段を講じると述べた。その後、さらに2人の逮捕をツイッターで発表した。10人はマルタ国籍だが、詳細は明らかにされていない。カルアナガリチアさんは、租税回避時、タックスヘイブンの実態を暴いた、パナマ文書をめぐる報道に参加し、ムスカット氏の妻の不正資金疑惑なども追及していた。10月16日、自宅近くで運転していた車が爆発し死亡した。マルタの捜査当局は組織的犯罪とみて、コメ連邦捜査局、FBI などの支援を受けて捜査していた。